頑張らなくてもお金持ちになってる人ってたくさんいるんですよね、世の中にね。頑張ったって億万長者になれないんですよ。そうすると、ああ、そうかって納得するタイミングが来ます。皆さんこんにちは、慎吾です。今日は頑張らないで億万長者という話をします。いや、なんかタイトルからしてワクワクしますね。頑張らなくても億万長者になれるんですね。その秘訣を皆さんにガーンとバコーンと伝授します。はい、本題に入る前にお知らせをさせてください。僕の最新刊が出ています。新しい時代の神社参拝という本です。ぜひ手に取ってみていただけたらいいかなと思います。僕の神社に対する思いをですね、バンバン詰め込みましたので、ぜひ読んでください。感想などもお待ちしています。ということでね、今日はね、頑張らないで億万長者っていう話ですけれども、頑張らなくてもお金持ちになってる人ってたくさんいるんですよね、世の中にね。で、かくいう僕も、まあ、その一人で、まあ、頑張らないで億万長者になったっていうふうに、まあ、ちょっとね、言いたいところなんですけれども、僕、どうしてもね、なんか、他の人からすると頑張ってるように見えるようで、で、頑張ってるか頑張ってないかっていうと、やっぱどっちかっていうと頑張ってるのかもしれませんね。最初から矛盾してることを言います。で、なんで頑張ってるって思われるかっていうと、多分今まで自分がやったことないことをどんどんやるので、だから結構そのなんていうかな、いろんなことを考えたりシミュレーションしたりとか、あとは怖いは GO ね、僕もやったことないことをやるときって怖かったりするわけですよ。ドキドキしたりするわけですよ。で、その自分を超えてやるから、やっぱりどっちかっていうとちょっとね、その頑張ってるように見えてるのかなとは思うんですけれども、でも、まあ、冷静になってというか、客観的になって考えたときにですね、まあ、僕の会社って、社長僕一人なんですよ。で、他の人、社員としていなくて、もちろんね、スタッフの人は、手伝っていただいてるっていうのはあるんだけれども、でも、それは、社員ではないんですよ。だから、パートナーとして、ビジネスパートナーとしてやってるので、社員ではないんで、まあ、会社の社長として一人なんですよね。で、一人で、1億を稼いでるっていう現状があるんですけれども、それってやっぱり頑張ってできることではないと思うんです。だって普通一人の人が頑張っても年収500万とか600万ぐらいですよね。で、どんなに頑張ってもサラリーマンだったら多分1000万とか、大企業の社長さんとかだったら2000万とかですけれども、まあそれの、まあ、5倍とかの収入がある、まあ、売上ベースですけれどもね、あるっていうと、やっぱり一人で頑張ってるっていうことじゃなくて、何か他のコツがあるはずなんですよ。僕が今の現状を起こしているのは、他の人が知らない何か特別な技みたいなものがあるんですよね。だから頑張ってるかって言ったら、まあ頑張ってるんだけれども、他の人と違う頑張り方をしているっていうのがあるんです。で、そこは実は頑張ってないんですよね。ちょっと矛盾して聞こえると思うんですけれども、頑張ってるようで頑張ってないんです。頑張ってない、頑張らないという要素がないと一人で1億円稼ぐっていうのは難しいんですよ。だってね、一生懸命やったって1億円って無理じゃないですか。なんかどっかで頑張らない要素を入れてこないと1億円って収益にならない、お金呼び込まれてこないんですよね。で、あんまりこんなに一人で1億円稼いでますとか言うとね、なんかすごい嫌われそうな気がしてきたな。嫌われ、まあ今更って話もあるんだけど、嫌われそうな気がします。初めて見た人はきっと僕のことを嫌いになるでしょう。でもね、これは自慢したいわけじゃなくて、本当に僕は心の底から一人一人が幸せに豊かになってほしいんです。で、一人一人が幸せに豊かになってほしいんだけれども、その実際のケース、実例がないと分かりづらいじゃないですか。だから僕は嫌われるリスクを背負って皆さんの実際のケースになっているわけです。見本としてね、体張ってますみたいな感じなんだけど、それぐらい皆さんに幸せに豊かになってほしいんで、お金を呼び込んでほしいんです。
で、まあ、話をまとめますと、頑張らないで億万長者になっていくっていうのは可能だし、頑張ったって億万長者になれないんですよ。ある違うこう要素を入れてこないと億万長者にはなれないので、その今日は秘訣をね、皆さんにお伝えしたいと思います。ダーンガーンとね、幸せになる秘訣、幸せなお金持ちになる秘訣、頑張らなくても億万長者になる秘訣をお伝えします。3つポイントがあります。まずね、一つ目は本当に大好きなことと出会うっていうことなんですね。本当に大好きなことに出会う。で、本当に大好きなことってどれぐらいのレベルで好きかというと、まずご飯食べながらやっちゃうことね。ご飯食べながらやっちゃうこと、ついやっちゃうこと、もしくは風邪をひいていてもやっちゃうことね。自分の体調が悪くてもやっちゃうこと、それぐらい好きっていうか、なんかもう無意識のうちにやっちゃうことってなんだろうって自分の中に問うんですね。で、僕の場合はご飯食べながら例えば本読んだりしてたんです、昔ね。とか風邪をひいててもなんかそうブログを読んだりとかしちゃう。つまり何かというと、情報を仕入れるのがすごく好きだったんですよ。読書とか他の人の話を聞くこととか、それが、ね、自分の人生のためになること、つまり自己啓発だったりとか心理学とかスピリチュアルっていう分野において僕は大好きだったんですよね。それが、本当に大好きなことだったんです。でも自分がこの分野本当に好きだなって思ったのって、実はこの仕事を始めてからなんですよね。やり始めてから初めて自分はこの分野本当に好きなんだなって思ったんです。やる前ってそこまで気づいてなかったんです。無意識のうちにやってたから、自分はこれが大好きなんだって分からなかったんですけれども、なので、なんかこう出会うって言い方をしてるんですが、皆さんがね、もしなんかこういうことやってみたいなって思ったら、それが大好きなこと、本当に好きなことの可能性があります。でも今のあなたにとってはそれが大好きなことだというふうに認識されないケースがありますね。だからね、ちょっとご自身の中で振り返ってみてください。例えばご飯食べながらやっちゃってることってなんだろうとか、無意識のうちに考えてることってなんだろうとか、あとは、風邪をひいてる時とか体調が悪い時にやっちゃってることってなんだろうなっていうふうに思ってください。それがあなたの大好きなことの目になります。大好きなことやらないとそのエネルギーが出てきませんから、頑張んなきゃいけないんでね。人がなぜ頑張らなきゃいけないかというと、エネルギーが不足してるから、この不足分を補うために努力をするわけですよね。例えば僕が、そうだな、あんまり好きじゃないこと、例えば楽器弾くことってそんなに興味がないんですけれども、ギターを弾くことをやろうとするじゃないですか。で、ギターを弾くことをしようとすると、大好きじゃないからエネルギー値が20ぐらいなんですね。でもギターを弾かなきゃいけないから、そこで努力が必要で、100にするまでのこの80ぐらいまで頑張んなきゃいけないんですよ。だから僕にとってギターを弾くことっていうのは頑張ることなんです。でも本を読んだりとかスピリチュアルなことについて話したりとか、スピリチュアルなことのブログ、スピリチュアルについてのブログを読むとか、そういうことは頑張る必要がないから、もうすでにエネルギー100なんですよね。頑張りがいらないんですよ。こういうものを見つけるんです。でね、そういうのないんですよっていうふうにおっしゃる方もね、多分たくさんいると思うんだけどね、絶対にあるんです。でもね、まだ経験が足りないんですよ。さっき言った通り、僕も最初からこの分野が大好きだったというふうに気づいていたわけじゃないのね。うん。やりながら、経験しながら、ああ、そうかそうかと。私はやっぱりこれが好きなんだっていうふうに認識していったので、まず、頑張らないで億万長者になるためには、大好きなことに出会う。ね。出会う。出会うためにはどうしたらいいの？自分が興味あることに率先して足を突っ込んだりとか、やってみるとか、そういうことをしてみる。例えば本が好きだったら本を読んでみる、そして読んだ本に関してブログでアップしてみるとか、あとは歌を歌うことが好きだったら家で歌ってみる、そしてそれを人前で披露してみる、うん、とかね、 YouTube でその歌を発信してみるとか、そうやって、まあ、他人を巻き込みながら自分の好きなことをね、やってみるんです。そうすると、ああそうかって納得するタイミングが来ます。これが私の本当に好きなことなんだって納得するタイミングが来ます。そういうふうにですね、本当に好きなことに出会う、これがまず一つ目です。本当に好きなことに出会うと努力が努力じゃなくなります。
そして2番目、もし皆さんが自分の大好きな分野を見つけたら、その分野で活躍しているナンバーワンの人を見つける。そしてその人の真似をする。これすごく大事です。つまり自分が好きな分野でお金に変えている、活動しているお金に変えている人がいるんですよ、世の中にね。例えば僕だったら自己啓発とか心理学とかスピリチュアルなことが大好きだって気づいたら、それをやっている、すでにやっている作家さんとかを見つけるわけですよ。で、見つけてその作家さんがどういうふうに活動しているのか、どういうふうにお金に変えているのかっていうのをじっと見るわけです。そして、ああなるほど、こうやってやってるのかと、ああなるほど、こんなふうにしてるんだというふうに観察して真似していくんですね。で、一番いいのはその人に弟子入りしちゃうことが一番早いです。ナンバーワンの人に弟子入りしちゃって、一緒に過ごす時間が長ければ長いほど吸収率は上がりますから。だからスピリチュアルなことが好きだと思ったら、スピリチュアルなことで活躍しているナンバーワンの人のところに弟子入りしちゃう。これがね、一番早いです。で、実際僕は誰かの弟子になったことはないんですけれども、セミナーに行ったりとか講演会に行ったりとか、その人の個人セッションを受けたりとかっていうことはすごくしてきました。そして一つ一つ教えてもらってたんですね。で、億万長者の人たちってすごく人がいいです。いい人が多い。だから自分が若い時に苦労したことって惜しみなく教えてくれるの。だからね、そういう人たちのお話を聞きに行かないのはもったいないですね。ああこの人素敵だな、こういう人みたいになりたいなっていう人に弟子入りしちゃう、もしくは講演会に行っちゃう、セミナーに行く、そういうことをすることで億万長者へのステップが1段2段上がっていきます。はい、これが2番目のステップ。1番目は自分の大好きなことを見つける。2番目は、その分野のナンバーワンの人の真似をする。そして最後ですね、3番目はたくさんの人に応援してもらうということです。応援してもらうということ。頑張らない人たちって本当に応援される力がすごいんですよ。つまり何か頑張って一人で物事をなそうとしたって限界があるんですね。でもたくさんの人の力を合わせれば大きな結果が出ると思いませんか？そうでしょ？一人で走るよりもみんなに応援してもらって走った方が力が出るし、一人で走るよりもチームで走ってタスキをこうバトンをこう受け継いでいって駅伝のようにしていった方が距離早く走れる、距離を長く走れるし早く走れるじゃないですか。そうやってたくさんの人に応援してもらえる人になるっていうことが大事なんですね。で、たくさんの人に応援してもらえる人になるにはどうしたらいいのかっていうことを聞きたいと思うんですけれども、これはねとても簡単で、自分が誰かを応援するってことなの。応援される人はね、みんなね応援するのが好きなの。だから僕たくさんいろんな人を応援してるから、いろんな人に応援されてるんですね。こう YouTube でもそうですよ。これ見ていただいてるあなたを応援してるわけ。応援してあなたが幸せに豊かになってほしいと思うから、自分の中にあるいろいろな情報だったりとかノウハウだったりとかをお伝えしてるわけじゃない。だから応援されたいのであれば、まず人を応援することね。1番目のポイントにもちょっと戻っちゃうんですけれども、自分の大好きなことがわからないなって思う人は、大好きなことをして生きている人を応援することなんですね。そうすると自分にもその応援がこうエネルギーが回り回って、自分にも飛び火のようにこうなんていうのかな、こう寄ってくるというか、焚き火みたいなもんですね。焚き火に当たってるとこう飛び火がこう火の粉がこうやって自分の方に回ってくるじゃないですか。それで自分も火がつく。実際に焚き火の火がついちゃダメなんだけれども、その人のエネルギーに当たってると、その人のエネルギーが火の粉みたいにしてこうやってこう降ってくるわけですよ。で、それを自分が浴びていくうちに自分もこう燃えるようなエネルギー、情熱が出てくるっていう、そういう仕組みになってます。ですからね、まず本当に好きなことがわからないなっていう人は、本当に好きなことを生きている人のそばにいて、その人を応援するのもいいし、さらには他の人でもいいですけれどもね、たくさんの人に応援してもらいたいのであれば、自分がまず応援するということを覚えておいてください。はい。でもね、僕ね、多分皆さんが好きなことを知ってますよ。皆さんが大好きなことを知ってます。
皆さんが大好きなことはスピリチュアルと、竜とあとはお金だと思います。なぜかというと僕のコンテンツを見てくださってるから。僕がスピリチュアルと竜とお金が大好きなんですね。はい。で、スピリチュアルと竜とお金が好きなのであれば、スピリチュアルと竜とお金について自分なりのアウトプットをしてみたりとか勉強してみたりすると、皆さんが、幸せな自由人になっていくと思います。幸せな経済自由人になっていく、うん、頑張らなくても億万長者になる、その種は皆さんの中にあって、それはきっとスピリチュアルとお金と竜なんじゃないかなっていうふうに思います。以上、今日は頑張らなくても億万長者になる3つのポイントでした。もう一回まとめましょう。まず1番目、自分の本当に大好きなことに出会う。2番目、その道で活躍しているナンバーワンの人の真似をする。3番目、たくさんの人に応援される。この3つをやるだけで皆さん頑張らなくても億万長者になれます。ぜひ参考にしてみてください。この番組が面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてボイシーもやってますのでね、ぜひボイシーもチェックしてください。さらに LINE も概要欄に貼ってますので、 LINE の方の登録もお願いいたします。ということで、今日の放送を終わりにしていきます。見ていただいてありがとうございました。見ていただいたあなた、愛してるよ。またね、バイバイ。皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 LINE の登録も忘れずに。それでは皆さん、ご一緒に金運流上爆上、ありがとうございました。